時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が機運の広がりを助長していることが突き止められる。公儀隠密柳生十兵衛はこたびの騒動の原因究明、元凶となる存在の排除の任を命じられ、騒乱の渦中へと身を投じるのであった。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。柳生十兵衛 VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負、行くぞ。パッ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 羅角総宝山、野獣の鉄その身に刻め。勝者野獣十兵衛二本目勝負。行くぞコアッパ、発想ハンパね、行くぞ行くぞコアッパ、勝負あり。勝者野獣十兵衛、出直せ。公儀隠密たるこのわしに敗北は許されぬのじゃ、娘さん。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。野獣十兵衛 VS ガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。行くぞコアッパ、行くぞコアッパ、発想ハンパ。ヘイパピー、ほう、行くぞコアッパ、行くぞコアッパ、行くぞコアッパ、
勝者野牛十兵衛二本目勝負無心であれ迷いあれば野牛が立ち受け切るまい ミネルヴァの間貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな野牛十兵衛 VS シャルロットいざ尋常に一本目勝負主では見切れぬわ なかなか見どころのある娘さんじゃしかし神名だけの剣ではこの野牛新影流を破ることはできんぞ
ネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。柳生十兵衛 VS 風雷シャン、いざ尋常に一本目勝負。行くぞパッパ。完勝、勝者柳生十兵衛。2本目勝負。コアッパなりにようやったわ。しかし真剣勝負ゆえに手加減はできぬが、起きてよ。味方ヶ原。さっさと抜け、貴様を殺す。柳生十兵衛 VS 騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。行くぞパッパ。行くぞパッパ。と、ついてきそう。青が、メダルだ、消えろ。発送ハンマー。うわっ、しっかり流れ、発送ハンマー。うわっ、どれや。うわっ、死ね死ね死ね。うわっ、勝者柳生十兵衛。二本目勝負。どれや。いいですか。え、いつかくラト覚悟し、いつかくラト、いつかくラト。飛ばすだけに。勝者柳生十兵衛。出直し。殺気だけで人を殺せればわけないわ。その程度の技量でわしを殺そうなど肩払いたい。洛中三門前。
あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。柳生十兵衛 VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。行くぞコアッパー。総宝山野獣の天地、その身に刻め。勝者野獣十兵衛。2本目勝負。行くぞ。完勝。勝者野獣十兵衛。出直し。ヨシトラ様、成長なさいましたな。しかし簡単にやられては指南役としてのメンツが立たぬゆえ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。野獣十兵衛 VS 立花右京。いざ尋常に一本目勝負。勝者野獣十兵衛。2本目勝負。勝者野獣十兵衛。出直せ。なんじゃそのぬるい立ち筋は。もしやお主、修行を怠っておったな。熊野古道。
お主も感じておるだろう。この身の毛もよだつ邪気を。半蔵よ、お主ほどの男を倒せずして、この先の毛量をどうして打てようか。異彩承知。なればこの服部半蔵、全身全霊を込めてお相手いたす。忍びの妙技、とくとご覧いただこう。柳生十兵衛バーサス服部半蔵、いざ尋常に一本目勝負。行くぞ、ワッパー。行くぞ、ワッパー。トッ。二本目勝負。行くぞ、クワッパー。トゥー。行くぞ、クワッパー。うっ。うっ。行くぞ、クワッパー。トゥー。トゥー。行くぞ、クワッパー。トゥー。スイリッチ。おっ。天地。出直せ。相変わらずの技の冴えじゃ。手合わせ感謝する半蔵よ。さて、この才華の元凶に引導を渡しに行くかの。なくなればいい。静か千年桜。憎し、思い出せぬ。ここは暗くて。やつがこの総督の元凶か。邪気に取り込まれておるとは哀れな。せめてもの情けじゃ。我が深海流奥義で葬ってくれようぞ。柳生十兵衛バーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。行くぞ、バッハ。行くぞ、バッハ。行くぞ、バッハ。しっかり流奥義、羅角双方山、野獣の天地、その身に刻め。
許せぬ、この世が、そなたが憎い。死では見切れぬわ。ああ、私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の元を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。青く澄んだ空を見上げていた十兵衛は、ことの顛末の報告のため半蔵と別れ、一人江戸への帰路に着いた。
老中松平定信は重兵衛の報告を聞き安堵の表情を見せた。しかし重兵衛は語気を強める。こたびの会議が残した混乱は未だ各地に根強く残っており、幕府にとっての戦いは始まったばかりであるのだと。危機に災禍暴動さまざまな艱難に見舞われながらも、それでも確実にこの国は前へと進んでいる。東の空から差す日に照らされながら、重兵衛は改めて思う。全ては天下太平の世を守るため、彼の戦いは未だ続いていくのである。I won't tell.
抗議の任これにて終了。